はい、どうも松尾修造のこれ知ってます。今日も始まりますけどね、今日はですね、ソーシャルメディアでね、 SNS、Facebook とか LINE とかでしょうか、嫌われないための秘密の掟5つということなんですけどね、まず1つ目がね、自分の自慢はほどほどに。まあ確かにそうですね、まあ、自慢ばかりしててもあんましいいもんじゃございませんのでね、気をつけなあかんな思います自分もね。それから2番目、遠回しの悪口はダメですよということでね、何々さんって嫌だわとかっていうことをこう人の悪口は書かない。それから自分の意見を押し付けない。まあ食生活だったり子育ての政治ことなどあんまり一方的に自分の意見ばっかり言わないね。それから、恋人トラブルにならないようにしましょうということでね、まあ過去の交友関係とかまあ何々見られますから、まあそこは気をつけましょうということですね。それからプライベートの写真をアップ、プライベートの写真をアップしないっていうのが難しい話ですけど、まあ自分の赤ちゃんがお風呂入ってて、かわいいわ、子供がね、かわいいわとか、そういうのあんまりあげたらダメ。まあ、自分はかわいいわ思ってても、他はそんな思ってないわよっていうことなんでしょうけど、俺やってる。めちゃやってる。反省。この5つをすると嫌われますよということでね、今日は帰って1日反省したいと思います。松尾修造のこれ知ってますでした。反省。